はい、どうもガチです。佳子さまがペルーと日本の外交関係樹立150周年を記念するコンサート鑑賞されていましたけども、ここで間抜けなエピソードが紹介されてましたね。秋篠宮家とズブズブのフジテレビの記事ですけども、このコンサートでは秋篠宮家と関係の深いペルーの人気ミュージシャンが登場したようですね。この日演奏したのは伝統音楽とポップスを融合させた音楽を演奏するミュージシャンで、ルーチェ・ケケサーナさんという方なんですね。日本でもドラマの主題歌として使われたりとかして知られているペルーの名曲コンドルは飛んでいくとかも披露されたようですね。日本とペルーの友好の証として和太鼓や獅子舞とも共演したようですね。そしてペルーの国民的に人気があるケケサーナさんと佳子さまは初対面ではないようですね。2014年に秋篠宮ご夫妻が外交関係樹立140周年を記念してペルーを訪問されましたけども、そこでもケケサーナさんの演奏を聴かれたようですね。そこで秋篠宮さまは帰国をしてからも CD をお住まいとか車の移動中に聴いていて、贈られたアンデスの伝統楽器チャランゴで練習をするほど気に入ってたようですね。またこの購入じゃなくてもらったものなんですね。秋篠宮家はもらうのが好きですね。ちなみにどんな楽器なのかを見てみたら、ウクレレみたいな小さなギターって感じですね。どうも胴体の材料にはアルマジロの甲羅を利用したものがあるということで、なんかやっぱりアクションさんは動物の剥製とか動物の甲羅とかで作った楽器とか変わってますね。動物が好きでも意味が違いますからね。日差し様も生き物が好きといっても生きたまま殺して標本にしたりとかしてちょっと異常ですね。ちなみに秋篠宮ご夫妻はペルーから帰国をした年に、娘にも帰化したいからと、その年の夏にケケサーナさんが来日された時に眞子さんと佳子さまも鑑賞されたようですね。終演後にはケケサーナさんと会って、秋篠宮さまは家でも車の中でもケケサーナさんの音楽を聴いてますよと伝えたようですね。体を揺らして手拍子を取りながら鑑賞されたっていうことですけども、なんか体を揺らして手拍子っていうと紀子さまの気持ち悪い動きを思い出しますね。小学生ぐらいに大げさにアクションするんだったら分かりますけども、高校生ぐらいのダンスに体を揺らしながら拍手をしていてかなり違和感を感じました。ちなみに今回は演奏の合間にトークタイムがあって、そこで2014年の日本のコンサートに来た人はいますかと質問したようですね。そしたら佳子さまは日本で聴いてるから控えめに手を挙げられたようですけども、会場は拍手で盛り上がったということで強引に持ち上げてますね。さらに全曲の演奏が終わるとケケサーナさんから思いがけない無茶ぶりということで、アンコールしましょうか、プリンセスはいかがでしょうと聞かれたようですね。それで佳子さまがうなずかれるとアンコールの演奏が始まったということで、佳子さまがお願いしたからもう一曲しますねというふうになってますね。佳子さまが臨機応変なプリンセスの対応によりということですけども、ただうなずいただけですからね、あそこで嫌だって首は振れませんよね。思いがけない無茶ぶりというか、記者の人もこれが仕事だからどうやってドラマチックに書くのか必死で、佳子さまはワンセンテンスなんで記事を書くのが大変そうですね。もっとリアクションをしてくれたらいいのに、リアクションが薄いから言葉選びとかも大変ですね。無茶ぶりというんでステージに呼ばれたのかと思って記事を読みました。全然無茶ぶりでも何でもなかったですね。こういった記事を書けば余計に佳子さまに批判がいくだけなんですけどね。それに普通はアンコールって演奏者じゃなくて観客がみんな揃ってアンコールと催促したりとかするもんですけども、佳子さまにアンコールをお願いしたって感じですね。ちなみに秋篠宮さまは久志さまが赤ちゃんの頃にギターでコンドラ飛んでいくを経過したようですね。それにしても今回も何かもらったんですかね。秋篠宮ご夫妻には楽器をプレゼントしたし、佳子さまにも何かあげないとって感じで何かもらったんですかね。普通は逆なんですけどね。国民的な人気ミュージシャンの音楽を聴かせてもらって何でものをもらってるんだってことですからね。やはり食べ物の献上品とか海外からの贈り物とかは金額とかそういったのが対象外になってるから、そういうのもあって何かくれくれって感じで海外旅行をしてる感じなんでしょうね。秋篠宮家は日本の恥とかトレンドになかったりとかしてますけども、本当に秋篠宮家が海外に行くと日本にとってマイナスにしかならないと思いますけどね。まあ、ようやく帰国するということで150周年の記念式典に出席をして友好親善の発展を願うということですけども、ペルー政府よりも日系人会が主催した方が会場は大きかったですからね。まあ、会場は大きかったけども参加者が少なかったんでスカスカで余計に虚しい式典になりましたけどね。それで政府が主催した式典もあったけども、翌日にずらして強引に開催したから会場もものすごく小さかったですからね。まあ、メインイベントなんでしょぼくてもやらないわけにはいかないですからね。今回は秋篠家の日頃の行いが出てしまったイベントでしたね。それにしてもやはり悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね見れないような情報とかも扱っているので、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらね、コメントをお願いします。まあ、そしてよければねチャンネル登録とベルマークをクリックをして、通知の設定の方もしておいてくださいね。